はい、皆さんこんにちは、久典です。今回はラスベガスに来ております。今ホテルにチェックインしてですね、ホテルはベラジオと、毎回ベラジオに泊まるんですけど、一番お気に入りのホテルです。今噴水の見えるね、ベラジオといえば噴水なんで、噴水の見える部屋を予約してですね、こんな感じで外が見えます。今日はですね、今回自撮りで行きますんで、プライベートなで来てるので、ちょっと自撮りで行きたいと思います。ラスベガス滞在中、ちょこちょこ YouTube の撮影しますんで、どうぞ皆さん楽しんでください。コロナの影響でね、人も少ないのかなと思ったら、意外と人も多いですし、ホテルの中もね、レストランとかも稼働してるんで、ちょっと良かったなと思います。それでは楽しんでください。今ホテルの部屋を出ました。まあベラジオのいつものね、ホテルの廊下って感じですよね。あんまり人に会わずにエレベーターまで行ってっていう感じかな。まあエレベーターはゴージャスな感じですね。結構ねベラジオのエレベーター入ってるんだね。エレベーターの中にこんな感じで入りました。アメリカのエレベーターの割には早いんだよね。やっぱりさすがいいホテルだなっていう感じがしますね。朝今、10時前ですけど、人はやっぱりちょろちょろねいますね。カジノにはなかなか人はいないのかなって感じですね。お、早速やってますよね。でも皆さんマスクしながら、いつものベガスの光景じゃないな。こういうアクリル板でパーテーションを作ってね、ブラックジャックとかもやってる感じかな。ほらここは全然人がいない。こうやってねパーテーションを作ってやってる感じですよね。なんかやっぱ夜のカジノと朝のカジノじゃ全然違うな。人が全然いない。ベラジオのメインのフロントでございます。さあ外に出ますよ。はい、外出ました。まあここにね、リムジンがあったりとか、いい車が並んでたりするんですよね。ここに、まあ、ここはタクシー乗り場で、横にタクシー乗り場があって、もうちょい行くと噴水の目の前に出てくる感じかな。これね、エッフェル塔モザイクじゃん、パリス、ホテルパリス。なんかこうやって自撮りもなかなかいいね、いいもんだね。お散歩日記みたいな感じでね。なんかやっぱり人がほら寒いこともあって、まあコロナもあるのかもしれないけど、全然人が歩いてないから、お散歩するにはいいかなね。空もカリフォルニアと同様、空の色もね青いですし、雰囲気はねやっぱりいいよね。あー、ほんと人いない。こんななんか朝10時前だけど、こんなに人がいないベガスって初めてかもしんない。これがプラネットハリウッド、ハリウッドの人たちがなんか建てたっていう話なんだけど、本当なのかなよくわかんないけど、まあさすがだね。いやーマジで人いない。出ました、あそこに凱旋門パリスの横、エッフェル塔と凱旋門があるのかな。今日は久典のお散歩日記みたいな感じになってるな。ラスベガスをお散歩。でも毎日ね、毎回これラスベガス来ると必ずここの周りを歩いたり、ね、朝すると気持ちいいんで毎回やってるんですよね。さあ来ましたよ、メインの通り、ラスベガスブルーバードです。湖の逆側から見たね、ベラジオ
なんか、いいよね。雰囲気が。おぉ、寒い。マジか、これ。あそこに、トランプタワーが見えてますね。ほら。これフラミンゴ。これが一番なんか古いホテルだっていう話ですけどね、フラミンゴ。ああ、寒い。あれスタバ閉まってんじゃん。ここも一応ベラジオの敷地で今ちょっとね買い物なんかもできるブランド物がいっぱいたくさんあるところですね。またカジノに戻ってきましたよ。でもやっぱ人はそれなりにいるんだな。あ、いや、うたよ。これ日本食ね。アメリカの日本食だからね。昼間来ても夜来てもあの薄暗い感じだからなんか時間を忘れちゃうね。これがラボイタリアン。キノコでご飯食べましたよ。美味しいですよ。ラボイタリアンです。とりあえずホテルに戻ってきてまあ大した時間なかったけどお散歩日記でした。